グリーンもね、すっげえ人待ってたからさ、あの、レッドとグリーンこれでさ、並べられんじゃん。で、ディスプレイできんじゃん。めっちゃ嬉しいんだけど、しかしね、ゲンガー。ゲンガーショー。いや、ついにっつうか、もうゲンガー来たぞ、ゲンガー。めっちゃ早いよな。前回一段回復してから、まだそんなって、でも待ちに待っていたからな。ついに登場ゲンガーだよね。やっぱりゲンガーとピクシーとリーフ、関東地方、ポケモンスケールワールディング。まずこれメインディッシュだから、もう最初にグリーンの方、こっちのさ、グリーンの方の箱の方がめちゃくちゃ重たいんだよね、こっち。すげえ重たいんだよな。ウィンディが超でけえんだなと。もうウィンディが超で、いや、めっちゃ楽しいじゃない。ウィンディ。それでは、早速。開封の儀へ。めっちゃ楽しみだわ。これでレッドとグリーンが揃った。レッド&グリーンが揃った。ザン、いた、ウィンディでけー。ウィンディ超かっこいいな。やっぱさ、こう並べることによってさ、大きさが際立つのがいいよね。グリーンと比べてこんなにでけー。ウィンディすげー。箱めっちゃかっこ、箱めっちゃけ、ウィンディこの迫力。グリーンもいいね。グリーンフェイス。20分の1スケールで勢ぞろい。手のひらでポケモンのスケール感を最大限感じていただける20分の1スケールにこだわったフィギュアシリーズであるというね。ちっちゃ、イーブイすげえちっちゃかったもんな、前回な。イーブイ。それ、こう、イーブイ見てかさ、不思議バラ見て、いや、バケモンだね。不思議バラ超でけえわ。あと、噛みつれ欲しいよな。早く噛みつれててほしい。ポケモンセンターのさ、あれじゃん、ネットのオンラインショップみたいな、あそこでさ、過密で予約したんだけどさ、あれも、すごく楽しみなんだけど、こっちの食玩シリーズでもね、めっちゃ欲しいんだよね。このスケールワールドのやつ、過密で。うわ、でけえ。ウィンディ超でけえ。ウィンディ超でけえ。そしてね、ちっちゃい。ギャムである。ギャムもうちょっとでかくていいんじゃない？これギャムすげえ近く、ギャムね。ギャムもまあ食玩だからギャムも入っており、そしてウィンディのでか、こいつだこれ。もうグリーンの重さでほぼ感じねえ。お、すっげえウィンディって。うわ、これやばい。ちょ、待って、絶対かっけえ。こんなでかいんか、ウィンディ。すごっ。このでかさ、迫力ウィンディの。まあ、グリーンと比べるグリーン。ちっちゃ、軽い。グリーン広がり。めちゃめちゃ軽い。ザン。これがグリーン。うわー、ついにグリーンか。このシリーズはポケモンだけじゃなくてトレーナーたちもいるからいいよな。このトレーナーたちと並べることによりも、すげえ。迫力気が増すからね。ウィンディのでかさが際立つ。グリーン食われるぞ、これ。グリーンこれ、一かぶりで終わるぞ、このでかさ。うわ、すげえ、グリーンイケメンだわ。かっこいい。グリーン、ザン。でもって、台座があるから台座にセッティング。まあ、なくても立つけど、安定感がちょ、増すからね。置いてみるとこんな感じに。いやー、めっちゃかっこいい。待って、これすげーかっこいいな、このシリーズ、やっぱ。これ、食玩だからな。食玩とは、あ、前回のね、不思議丸とか普通に店で売ってたわ。店で。俺、通販のプレ版で買ったんだけどさ、店でも普通に売ってた。だからね、おそらくこれも売ってると思う、店で。つか、絶対売ってる。ギャム入ってるしね。ギャム入ってるから絶対にスーパーとか売ってるおもちゃ売り場のところに、お菓子売り場の横のさ、おもちゃコーナーあんじゃん。そこにあるからびっくりしたもん。不思議まだ売っとるやんけってなって。普通にでけえ、値段も超高いのね。これおもちゃじゃん、おもちゃレベル超えてくか。普通の食玩の値段超えちゃってるからね、びっくりした。でけえし、そしてウィンディ、これね、ウィンディ単体でも売ってもいいレベルだぜ。これ単体でも、これはね、うわー、超かつ、でっか、ウィンディ。ズポリスコロリ、あ、二重のプチプチか。二重のプチ、そして、うわ、でっけー。ウィンディ、超でっか、おー、かっけー。待って、これウィンディやべえわ。前回のと合わせて、不思議バンナーが一番俺気に入ってたんだけど、組み立ても楽しかったし、これウィンディナンバーワンかもしれない。イケメンレベルでは。イケメンレベルナンバーワンじゃない？このデカさといい、この重量感といい、この造形美。すっげーかっけー。そして、まあ、ウィンディ、単体でこの迫力じゃん。グリーンと、やっぱグリーンだよな。ウィンディといえばグリーン。グリーンといえばウィンディ。並べて飾ると、極まってんなぁ。めちゃめちゃ極まってんな。グリーンとウィンディの戯れ。すげぇ。めちゃめちゃかっこいい。
グリーンとウィンでやばいな。触眼でこのデカさ、迫力キー、これやべえわ。もう本当に触眼でこのデカさやばいって。この迫力キーは触眼に、おつか、これ触眼って思わねえじゃん。最初パッと見てこれ触眼だぜって言われたら嘘、お前嘘つくなってなるよな。いやガチで触眼なんだって。ギャムがね、ちっこいのギャム1個ついてるから、ギャムがこれ信用できんよね。これね、触眼って言われてもね、この迫力、このデカさ、ウィンディー超かっけー。グリーンとウィンディーの並び最強。うわーいいね、最強の並びだなこれ。最強の並び、グリーンとウィンディー。しかしながらね、いやもうなんかここで終わってもいいレベルぐらいにかっこいいんだけどさ、グリーンとウィンディーもまだね。いや俺もうこっからが本番だからね。リーフ、ピクシー、そしてゲンガー、この3セット。残、ゲンガーが待ってるんだよ。ゲンガーがめっちゃ楽しみだ。俺もゲンガーがね見たくてしょうがなかったんだよね。ゲンガーやっと見れるわ、本物のゲンガー。つか箱見るのもすごい楽しみなんだよ。箱どんなデザインなんだろう。やべえ、おつけ。取りますよ、箱ね。まずは、箱を見て、そしてゲンガーじゃん。箱の時点でやべえ、取り乱すかもしんねえ。ちょ、待って、取り乱したら終わり。ちょっと先に謝ってくれ、終わり。ポケモンスケールワールド、ゲンガー降臨の儀。ゲンガー降臨の儀。ゲンガー降臨の儀。ほっ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 。中国。うわ、マジでか。ゲンガー超かっこいい。ゲンガーコレクションがまた増えてしまった。ゲンガーこれデブボディパワー。いいよな、このデブボディパワー。ピクシー。ピクシーもデブボディパワーだよな。でっけ、比べてみると、このデカさが際立つ。ゲンガーでっけえな。ゲンガーやっぱリアルに言ったらちょっと怖いかもな、ゲンガーな。クソ、クソでけ。ゲンガー。こう。比べてみてわかる、この大きさ。スケールワールドのいいところだよな、これ。比べられるというね、トレーナーたちと一緒に並べることによってポケモンたちの大きさを強調できる。そこが素晴らしい商品。そしてゲンガーついに本物を見ることができる。奇跡ミラクルレベルマックス概念中の概念。親指ドビュッシー。ゲンガーとピクシーは台座がないと立たないんかな。なんか台座ついてんだって。で、台座でセッティングするように置いてくださいって。あ、ギャムだ、ギャム、ちっけー、ギャム、ちっけー。まあ一応ね、食がね、ギャムが、もうこれギャムいらんだろ、これもはや。こんなちっこい。でけえギャム入れといてほしい。そしてこの下に眠ってるのが、ゲンガー。ゲンガーこの下に、見た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 、今のにやけフェイス。おお、ゲンガーだ。待ってたぜ、ゲンガー。ようこそ、ようこそ、ゲンガー。我が家ようこそ、ザン。これが、うわ、ゲンガーだ。でかいな、ゲンガー。おお、めちゃめちゃでけえ。くすけ、でも、ウィンディがナンバーワンででかいけどね。今回やった中ではウィンディがナンバーワン。あいつはもうでかすぎる。だって、箱の時点でこいつらよか重かったから、こっちの箱よか重かったからさ。まずはリーフの方から開封して、で、ピクシー行って、ゲンガーっていう順番で見ていこうかな。リーフとグリーンを並べてから準備をし、ゲンガーを横に、でけえゲンガーとピクシーを並べて、大きさの強調を図る。リーフ。あ、リーフなんだこれ。首取れんのかな？首、あ、レッド首回ったもんな。ってグリーン首動かんかったのに。あれ待って、めっちゃ動いたわ。グリーンもグリーンもぐるんぐる回るわ。グリーン、あ、レッドとグリーンとリーフ、あのトレーナー顔動くんだな。トレーナーは基本的に顔が動くという。で、リーフの頭を戻しまして、おお、できた、完成。リーフ、ザン。ちっちゃいな。ウィンディーとか、まあウィンディ見た後だったら何でもちっちゃくなるな。不思議バナとかさ、カメックスぐらいだよな。あの太鼓。リザードンちっちゃかったからな。あの、大きさは、あの、あるんだけど、軽いからさ、細いからあいつ。やっぱ大きさで言えば不思議バナが一番やばかった。あとウィンディ、今回ゲットしたウィンディがすげえでけえわ。スタンドをセッティングして、完成。リーフ。ザン。おー、こんな感じか。まあ、ちょっと首を曲げて、めちゃめちゃいい感じだな。いや、ほんとこのデカさが際立つのがいいわ。ウィンディ超でけ。ウィンディの野郎、くっそでけ。やばくね、このデカさ。こんなでかいんだぞ、ウィンディ。横から見た方がでかいのわかるかも。ザン、このデカさ。ウィンディのこのデカさ。尻尾の迫力。今回ナンバーワン行ったらもう分かりけ。ゲンガーが一番好きだけど、フィギュアの総合点ではもうウィンディがナンバーワンだろ、あれ。でけえしさ。やっぱでかいのってかっこいいよな、迫力。もう、際立つもんな。グリーンと並びでさ、グリーンと並べられるのも熱いし、それによって大きさが際立つ最高の仕様。ピクシーめっちゃ可愛いやんけ。ピクシーデブボディ。めっちゃ可愛いピクシー。ピクシーさ、見た目さ、すっげえ重そうに見えんじゃん。超軽いからね。これ絶対なんか空洞になってるわ。すっげえ軽い。なにこれ、ハリボテみたい。ハリボテ感覚、この重さ。すっげえ軽いピクシー。あとはパーツを取り付けて、組み立ては基本的にすごい簡単だよね。あの、不思議はちょっと複雑だったけど、まあ、あれが一番難しかったかな。あの、今までやった中ではね。
でも基本的に他のやつも含めて全部簡単だから、この組み立てもちょっと楽しいし、あ、まあ、こんな感じか、ここか、こうつけて尻尾を取り付けて完成じゃねえか、ピクシー。おお、つけると重くなるな。つけると重量感が出る、ちょっとずっしりする、ピクシー。デブだな、デブボディパワーだな、お前、デブボディパワー、すっげえデブだ。で、あのピクシーとゲンガーね、台座がどっちピクシーんだろう、これピクシーとゲンガーの一緒に入ってたんだけど、多分でかいのがピクシーかな。あ、箱見りゃわかるわ。でかい方がピクシーのっぽいな。で、ちっちゃいのがゲンガーか。でかいのがピクシーだね、このデブ。セッティング方法としては、まあ、こんな感じだね。こんな感じでセッティングすると。今ね、試してみたんだけど、畳んね。後ろに、あの、尻尾重たいから、カタンってこう、倒れちゃうんだよね。だからこれが必要という。これもうちょっと尻尾下げるだけで3点ポジションで支えられたのにね。下げればよかったね、もうちょっと。そうすれば台座いらんかったのに。しかしながら台座なしでも、全然、あの、ちょっと後ろに、反るんだけど、あの、後ろにひっくり返っちゃうんだけど、全然、あの、今台座つけてないんだけど、これ台座なしね。台座なしのピクシーで、今から台座をつける。台座をつけるとこんな感じ。あんま変わんないよね。あんまり、あの、でも台座あった方が、ちゃんと立ってる感は出るんだけど、まあ、あってもなくても、よしかなと。よろしかなということで、まあ、ね。正直ね、前座だから、全部ね。いや、でも前座にしてはウィンディーかっこよすぎたんだけどさ。ゲンガー本番で言ってる、と使ってるっていう。待ちに待っていたぜ、ゲンガー。うわー、ゲンガーコレクション。いや、しかも食玩でこんないいの出てくれるなんてすっげえ嬉しいんだけど、ゲンガー降臨で、ゲンガー降臨で、俺はゲンガー、私はゲンガー、俺はゲンガー、僕はゲンガー、ザ、うおー、デブだ、デブ、クソデブ、デブボディ。うわ、ほんとゲンガーのデザインって至高だよな、マジ大好き、ゲンガーのデザイン。何このトゲトゲ、マジこのデブかわいい。しかもこの色ね、ザン、うわー、ゲンガーだ。ゲンガーは、ま、あの、何も組み立てない。何もなくて、ただ、あの、台座にセッティングして、置くだけ。ゲンガー、これのみ。うお、最高、これ、ゲンガーもう一個欲しい。ゲンガー単体で売ってるかな？売ってたらもう一個買って、これ、ゲンガー。ゲンガー欲しいね。ゲンガーは台座なくても余裕立つわ。台座使、いや、あの、今台座使ってないんだけど、余裕で立つ。スタンド、使わなくても、余裕で自立ができる。ゲンガーはいらんわ。ゲンガー台座、あの、すげえ安定感あるもん、ゲンガー。ほら、スタンド、あ、台座つか、スタンドね。スタンドいらんな。これいらんよね、ほら。全然余裕で立つ。ゲンガーいらんじゃねえか。あ、でも一応ね、セッティングすると、ま、こんな感じになるけど。まあ、こんな感じで、安定感をがっちりと得たいのであれば、置いてもいいけど、全然なくても余裕で立つ。ゲンガー。いいねー、ゲンガー完璧じゃん。うわ、かわいい、このまんまるテンボディ。めっちゃたまらんくね、ゲンガー。そしてこのデカさね。リーフとちょっと並べる。リーフを持ってきて、ザン。うわー、でけえ、ゲンガー。あのデブ持ってくる、デブ。デブ来い、デブ、デブ。こいつはスタンドいるんだけど、まあなくても、まあこんな感じで。うおー、いいねー、このデブに挟まれる感じ。デブコンブに挟まれるリーフ、ザン。デブだなー、デブだな、かわいい。マジ最高だわ。ゲンガーピクシーコンビ最高じゃん、これ、ザン。これでけえ、こいつら。こいつらマジでけえな。しかしね、そのさらに上を行くこのデカさである。ウィンディ登場、ザン。デカさといえば俺だぜ、ザン。でけえ、ウィンディでけえ、リーフが食われる、リーフが食べられる、ザン。すげえでかくね、ウィンディのデカさ。うわー、最高だわ。あの、かっこよさで言うのであれば、やっぱウィンディがナンバーワンだったな、今回な。これ、しょうがないだろ。こんなでかいと思わなかった。実際見たら、クソでけ。このアングリングで写真撮りまくる。うわ、いいねー、この角度良くない、これ、このアングリング。めっちゃ写真撮りて、すっげえかっけえ。グリーンとウィンディ。やっぱ今回総合ナンバーワンだな、こいつら。そして、これが第2のセット。今回の第2のセット、リーフ、ピクシー、ゲンガー。第2セットのメンツである。うわ、いいね、どっちもいいな。ウィンディの迫力がすごすぎたけど、どっちもあの、うん、それぞれの良さがあるわ、やっぱ。ウィンディすっげえでけえな、このでかさ、このでかさ、ウィンディの。うわ、ハーゲツが重たすぎる。何この重量感ガチ。ウィンディ最高だったな。ウィンディとグリーン、このセットはマストゲッティだな。ゲンガーもさ、あの、マストゲッティ。でもゲンガーさ、単体で欲しいんだけど、単体で、ピクシーとリーフは1体でいいや。で、単体で、あの、売ってたら、でも売ってなかったらセットで買わなきゃいけないんだよね。もしもゲンガーがセットでしか売ってなかったらさ、もう1セット買わなきゃいけない。でも、ピクシーとリーファー1体でいいんだよな。ゲンガーだけが被り欲しいから、単体で売ってたらすげえ嬉しいんだけど、ちょっと探してみよう。で、でも多分売ってると思うな、これ。うん。
今回あのネットでセット買ったけど、おそらく単体でも売ってると思うから、原価単体でちょっと被りゲットするわ。めちゃめちゃいい感じだったということで、今回はグリーンのセットとリーフのセットをダブル開封レビュー動画でした。みんなもぜひこのゲンガーを狙って、ゲンガー狙いでゲットしてみて。めっちゃいいぞ、このゲンガー。ゲンガーファンはマスティだね。マストゲッティ。めちゃめちゃこのデブボディがたまる。あと、ウィンディーだよな。あの、ウィンディーとグリーンのセットは本当にこれ絶対ゲットしなければならんわ。すっげえ、このウィンディーのデカさね。ウィンディのデカさが最高すぎた。グリーンとの並びもできるし、ほんとこれいろんな意味でマジ最高。並べることで大きさも際立つし、次のセットもすげえ楽しみだわ。全種コンプしてこう、これ。全部あの発売されたやつ全部ゲットしてってさ、最終的に全部並べたらすごい迫力になるよね。すっげえ迫力になるよな、これ。いやー、どんどん増やしていくのが楽しみになったわ、このシリーズ。それではまた次回、次のセット開封動画でお会いしましょう。最後は全員集合バイバイである。ザン。いやでもゲンガーもやっぱ迫力あるわ。ウィンディがでかくて一応やっぱ迫力あるんだよ。しかしゲンガー負けてねえよな。俺のゲンガー。俺たちのゲンガー負けてねえよな。いやーマジ最高だったな、ゲンガー。ゲンガーのこのまん丸デブボディがたまらんわ。早くもう一個かぶりゲットしなきゃ。単体で売ってるといいけど。まあ売ってるよね、絶対ね。不思議マナとかも単体で余裕で売ってたし、絶対大丈夫だと思うわ。